ご案内の通りですね、249ページ、いよいよ最後の段になりましたよ。第1回のね、第1巻、肝心の温度書1巻。いやー、本当に、本文から始まったわけですけどね、まあ、とうとうここまで来たと。あ、これでいいのかな？これちょっとね。はい。では、まずは、章題ですね。で、題目参照をさせていただいて、あ、ちょっと待って、ジュース。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南そうだそうだ。忘れないうちにね、皆さんに、やっぱりお伝えしたいっていうのがですね、ちょっと今回の肝心の本尊章とは違うんですけども、やっぱり確認、された。要は、音肉伝とかね、例えば、東大義疏とか、拝するとですね、今、日見上人の、これこそ難所中の難所という、106科、首脱体験、拝術記っていう、これはもう、むちゃくちゃ難しいんですけども、ただ、その中でですね、大事な点、やっぱりね、この我々がお題目を唱えるっていう、この唱えた瞬間に、我が身はもう即身成仏させてもらっているんだっていうね。この真を本当に裏付ける御所がやっぱりあるわけですよ。要は、まずは音菊殿にですね、無差の三尋塔体蓮華仏とは日蓮が弟子旦那等なり。これは、いいや。南無法蓮華経の法号を保ち奉るゆえなりっていう。この言葉があるんですね。で、これはどういうことかって言ったら、簡単に言えば、久遠のご本仏様という境涯は、この南無法蓮華経って唱えるその我が身がもうそのまま久遠本仏と同じ境涯をいただけるんですよ。なぜかならば、南無法蓮華経が宝のもうお名前だから。法号だから、仏様のお名前。もっと言えば、仏様の、正体、実体、仏様そのものであるから、その南無法蓮華経を唱えた我が身は、あさって、しあさって、10年後に仏になるんじゃなくて、もう、唱えさせていただいた瞬間に、そのまま仏様なんだっていうね。なぜかならば、唱えてるお題目が仏だからってことですよ。やっぱりちゃんとこの御門にその裏付け、いや今までも音菊殿は読んできたんですけども、やっぱりその目が開いて読めば、まさにその直ちに私たちはこのご本尊を保って、あるいは内徳信仰でも同じですよ。この戒壇の第五本尊を信じて、南無法蓮華経って唱えたそのまま、その身は仏なんです。それを信じることなんですよね。そのくらいすごい題目を唱えさせていただいてるんだって信じて、そうやって御業に臨む、唱題に臨むことによって、本当にその家宝が起きてくる。それを、いや、そう、なんか美術にちょっとな、実感は感じねえしなって、こっちを主体に考えちゃうと、いっぺん唱えて、じゃあ即身成仏ってどういう状態になったかなんないかなんてことを、あんまりそっちの方へ取られちゃうと、その真というものが、汚れるんですね。そうなんだ、本当にそれはありがたいことなんだっていうところで、その心で、その真力を持って、大事に、本当に大事に、仏様ですから、南無法蓮華経っていう、そのもう唱えてるお題目が仏様なんだから、そこを強く信じて、修行に励んでいけば、必ずや、その、
成仏、即身成仏をしたという家宝が逆に後から生活に出てくるという、こういうことであったわけですよ。ちゃんと紋章がありました。まあこれはちょっと今日の本題とはちょっと違うんですけども、忘れないうちに、今朝読んで感激したところなので、まあここで伝えておきたいと思います。では、いきますね。